ホームランのはずがなぜか怒られた選手の真相。プロ入り3年目に初めてスランプに陥った高橋由伸は、トレードマークの一本足打法を封印してホームランを放つと長嶋監督から怒られた。タイミングが合わない打席が続きすり足打法に変えたことが原因で、簡単にフォームを変えてしまう精神面の弱さを指摘されてのことだった。当時松井秀喜との差を感じて焦っていた高橋由伸だが、このアドバイスによって自分のスタイルを貫く大切さを知り、名選手として育っていった。俊足高打が売りの坂口智隆はオープン戦で2試合連続のホームランを放つが、大石監督から天井を向いてしまう悪い癖があるから打たない方がいいと怒られた。普段ホームランの少ない坂口もまさか怒られると思っておらず、シーズンが開幕すると調子を落としてしまい見事に的中させた。ロッテの監督を務める吉井正人は高校時代にバスターのサインだったのに、思いっきり振り抜いた打球がポールを直撃するホームランとなり怒られた。結局高校時代に打ったホームランはこの1本だけだったが、メジャーで日本人史上2人目となるホームランを打った時は褒められた。